トヨタ SFR はトヨタ自動車が第44回東京モーターショーに出展したコンセプトカーである SFR レーシングコンセプト2015年10月のトムスにて発表された S とはスモールの略本コンセプト車は車を運転する楽しさを伝えるトヨタのライトウェイトスポーツの系譜を継承しつつシンプルで親しみやすいエントリーモデルとして企画された 寸法やホイールベース以外の細かなスペックは公表されていないがエンジンをフロントミッドシップに搭載しグラスルーフを採用した4人乗りクーペである。またカーナビやカーステレオを搭載するディンスペースがなくスマートフォンのナビアプリなどの使用を前提とした仕様としている。タカラトミーはこのコンパクト FR コンセプト SFR の発表に合わせて トミカプレミアムトヨタ SFR をトムス会場内で発売した。また、2016年4月にはボディカラーを変更した通常版が発売された。2016年1月の東京オートサロン2016にはトヨタ画像レーシングがカスタマイズした SFR レーシングコンセプトが展示された。ワイドフェンダー、リアウィング、ディフューザーなどを装備し、 車高をマイナス5 0ト、mm、ル落としている。一部の自動車関連メディアでは市販化決定あるいは開発中止といった不確定情報を伝えているが2019年時点でもトヨタからの公式発表はなく凍結されたのが確定的とみられている。2019年に機能市会社の大発工業とのコラボレーションで発売されたコペングレーンスポーツが 市販化を果たせない SFR の代わりであるとする、向きもある。ありがとうございます。